もうとりあえず基本的に格闘ゲームっていうのは簡単に言うともう勝敗、カードゲームと同じでやっぱどうしてもその勝敗がついちゃう優越っていうのがっていうのをもう楽しむためのゲームだと僕は思ってるんで、トランプをやってポーカーとかやって楽しいと思うんだったらそれはなんだ対戦格闘ゲームとしてある程度成立してるんでというもんだと僕は思ってます。基本的に僕格闘ゲームやる上で大事なことってその性能云々とかっていうよりもまずその見た目でこのキャラクターが気に入った、このキャラクターが可愛いからできればやってほしいなっていうのが本音なんですよ。そもそもこれから始めようって人が性能云々なんか僕どうでもいいと思ってるんで、正直言って見た目で、あ、このキャラクター可愛い、このキャラクターを動かしてみたいって思うその素直な気持ちからとりあえずゲームを遊んでほしいっていうのがちょっと本音でありますよね、正直言って。はい、なんでだから最初はぶっちゃけ何も考えないでなんか面白そうっていう気持ちでゲームを遊んでもらえるとちょっと嬉しいなっていう気がします。3つの要はシステムを融合するっていうよりもブレイブルー今回のクロスタックバトルのシステムにその他のゲームを合わせるっていう方の方が多分正しいと思うんで、そんな3つの全然違うシステムをすり合わせるなんてはっきり言ってできるわけがないんで、だったらその今回のクロスタックっていうシステムの上でどれだけそのこのキャラクターの個性を出せるか、その元々ある個性を出せるかっていう方のを、注力したと思うんで、